三浦瑠璃夫妻、虚職まみれのセレブ生活、夫、清氏は4億円超の横領容疑で逮捕。端的に言って、幸せすぎる、グラス片手にうっとり顔の写真とともに、国際政治学者の三浦瑠璃氏が、自身のツイッターにそう投稿したのは、昨年10月、当時はもう、夫は詐欺まがいの投資トラブルで当局にマークされていた。 東京地検特捜部は7日、業務上横領容疑で投資会社、トライベイキャピタル代表の三浦清容疑者を逮捕。2019年10月に3回にわたり、発電事業で設立した特別目的会社の口座から計4億2000万円を横領した疑い。この金は19年6月。 兵庫県福崎町にメガソーラーを建てる名目で都内の投資会社から出資を受けた10億円の一部とみられます実は出資を持ちかけた時点で建設計画は頓挫それに気づいた投資会社は21年頃には警察に相談し後に詐欺容疑で告訴していた 特捜部は当事者間の資金のやり取りの複雑さなどから、まずは横領による立件に切り替えたようです。清志容疑者は東大卒後に外務省、外資系コンサルティングと渡り歩き、14年にトライベイを設立。10億円の出資を受け、横領が疑われる時期から急に金回りが良くなったようだ。 当規模によると19年10月にトライベイ本社は東京虎ノ門から永田町三納森ビルの高級オフィスに移転同年3月には一足先に瑠リ氏が代表を務めるシンクタンク山猫総合研究所も渋谷から同じビルの同じフロアに移っていた金丸からも金を引っ張り 夫婦の自宅も19年10月に港区の低層マンションから六本木ヒルズの高層階に引っ越し、昨年1月にはさらに10階以上も上の高層階に転居し、メゾネット型で面積はぐっと広くなり、月の家賃は300万円くらい、不動産関係者という。瑠リ氏のインスタグラムも、次第に高級家具やハイブランドファッションを自慢げに載せる投稿が目立つようになった。 ただトライベイは金悪の相手からも金を引っ張っていたようで18年には太陽光発電を展開していた JC サービスから計7億円を調達直後に同社はネットファンドを通じた資金集めの虚偽説明が発覚し個人投資家に集団訴訟を起こされた挙句150億円超の負債を抱え21年に破産しました ルリ氏も、夫の会社経営には関与していない、なとコメントする一方で委員を務めた政府の成長戦略に出席した際には太陽光発電を推す発言を繰り返し利益相反を指摘する声もある幸せすぎるセレブ三昧は身の丈に合わない虚色まみれだったのか以下はネチズンのコメントをまとめたものです ももとと横領して得た資金でタワマン上層階引っ越しとか軽井沢別荘購入とかクルーザー購入とかアレキサンダー・マック・イーンの喪服とかファーストクラス欧州豪遊旅行とか昼下がりのシャンパンとかドルガパのコートとか何を考えてるんだかその思考回路に対して理解に苦しむそんなセレブ生活なんて巨色まみれ以外の何者でもないでしょう これら資産の売却でなんとかなりそうなものでしょうし、だました取引先にさっさと全額返しなさい、それが人としての道徳というものです。飼ってはいけない猫を、社員、だからと言ったり、勝手に車を止めて注意されても警察じゃないから放っておけと言ったり、そういえばおととしのワイドナショーにルリ氏が出演した際に、例によってマスクの話になった。 その時に旦那が投票所に行った時にノーマスクで行ったこともし何か言われたらるりちゃんに言うねって言ったこと結果的に何も言われなかったことをねだからマスクなんてっていうことを話していたでもこの風貌を見る限りかたには見えないしましてや投票所って余計な死後を発することは禁止されている。 そんなところでノーマスクを注意したら変な主義主張をされる恐れもあるしそれこそ当時ノーマスクで堂々と公共の場にやってくるのは面倒くさいやつっていう認識はあったからとっとと出て行ってほしかったから注意しなかっただけであってまあ規範意識はなかったんだろうな先日捕まった連続強盗といい。 楽天モバイルの横領もだけど大金が手に入ると今までとは差がありすぎる行動をとりがちですね高級車買ってみたり住まい買えたり突然変われば周りはみんな怪しむに決まってますこんな偽物の自称学者がなぜマスコミで幅を利かせてたのか実際はテレビ局なんかでは疑問視する声もあったようです 危険ではないか、とところが変な力が働いて番組起用されていたとその変な力の出所は高確率で時の政権の意向だったんでしょうねテレビ局の上層部に圧をかけたんでしょう政権の応援団をやってくれると踏んで今はその変な力も消え去りつつあるその流れの中で狙い撃ちされたんでしょうね やりたい放題やってたから JC サービスという会社の代表者中久保という人物はまず3億の倒産から始まってそれ以後も何度も倒産を繰り返し最後は2つの会社を150億と200億で倒産させたというめちゃめちゃ怪しい人物で三浦清さんはこの人と合弁会社を作って一時期は同じ住所に会社もあったようです この倒産直前の7億というお金は結局返さなくてよくなったのでしょうかこのの方は国際政治学者だったのですね。コメントを求められても回りくどい言い回しで結局誰もそんな話をしてないと言わんばかりの着地点でした何が言いたいのか分かりにくい内容の薄い発言をされていたので勉強してない場違いな芸能人と思ってました 1> 1月満冊の佐藤氏の解説を聞くと三浦清の詐欺的手法がよく理解できます元からポンジースキーム的なブローカー使用法そんな簡単に数億円も手に入るわけがない六本木ヒルズの自宅からわざわざ遠い山王にオフィスを構えたのはやっぱり総理官邸が近いからなんだろうね太陽光発電再エネ統一 税金に近い金が動くところで目がくらんだかな詐欺罪よりも重い業務上横領で逮捕されたら確実に起訴されて今までかばってくれたお友達は蜘蛛の子を散らすように逃げるよ安倍氏が死ぬまでが人生の絶頂であとは転がり落ちるだけのようを見るとしようこの方々を見るにつけ本物を見る目はや養わないといけない ノーある鷹は爪を隠すという古くからのことわざを思い出すその「能」の評価自体も最近では怪しいとさえ思う政界財界を問わずうーん感覚がわからない負債や民事裁判を抱えて何で家賃300万円の家に引っ越せるんだろう 夫のツイッター見てると少子化問題とか政府の政策に意見がきまくってて家宅捜索があるまで逮捕なんて全く予想していなかったように見える夫婦そろってなんでヤバい状況なのにヤバいと思わないんだろう先生方も眠れなくなってらだろう特に重用していた菅ちゃんに関係する方々検察のエリート部署が動いているから正直に話しちゃいな スポーツ紙にこんな求人がソーラー営業未経験月25万プラス出来高学歴不問この会社の近くにユニクロもあるからファッションにも困らないよルリも即刻逮捕交留して徹底的に捜査するべきだと思うんだが一番身近な人物だし日本の捜査機関は知らぬ存ぜぬで簡単に逃げられるザル機関なんですか コロナ禍に貧困している人のことを心配してるようなこと言ってたけど今度は口先だけじゃなく心から人の痛みがわかるようになるかな頭脳明晰をご自身でご披露されている方の考えていることはわからないなーって思いました一般市民の一般常識とは違う世界にいるのでしょう道理でコメンテーターの発言も理解できないわけですが 今ならまだその4億円を持って田舎暮らしに転向したら質素な生活をしていけば安泰ですよ。